常村むらのりゆきは、日本の造園コンサルティングエンジニア。熊本県出身。1969年4月に、日本技術開発に入社する。1991年9月に、取締役環境企画部長となる。1999年9月に、常務取締役東北市社長。2001年7月に、常務取締役営業本部長を検討し、 環境マネジメント本部長を経て、同年9月取締役上務執行役員営業本部長を検討し、環境マネジメント本部長となる。2002年7月から取締役上務執行役員事業本部長を務め、2003年9月に顧問となる。2004年9月から2011年まで常勤監査役だった。2010年に第32回日本公園緑地協会、 北村賞を受賞した。著書に、環境都市計画辞典がある。ABCDE、有価証券報告書日本技術開発株式会社2007年8月、人事、A と日本技術開発、日本経済新聞。 https://www.nickey.com コロ <laughs> ンススラッシュスラッシュアーティクルスラッシュ tgxnmsjp65203v00c11a800 万2020年5月18日閲覧北村賞受賞者一覧日本公園緑地協会ありがとうございます